さあ始まりました。本日も XRP リップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、10月10日14時21分 YouTube 録画しております。今日もアメリカ市場ですね、ちょっと振り返っていきたいんですけども、ニューヨークダウ630ドル安ということで、ちょっと大きく下がってしまいました。ナスダックも420ポイント安ということで、こちらも大きく下がってしまいましたね。S&P500 もこちらも 2.8% 下がって、104下がっております。それからダウ先物がマイナス43、それから日経平均先物が大きく下がって、マイナス541ということで、ちょっと日経平均のね、寄り付きが心配ですよね。それから、上がっているところがオイルですね。91.78 まで上がってきました。それからビックス指数なんですけども、31.36 というところまで上がってきておりまして、2.75% 上昇。このオイルとですね、このビックス指数のちょっと上がった状況っていうのが、まあ、仮想通貨、それから株式にとっては重しとなっているんじゃないかなと思ってるんですけども、ビットコインなどね、今日あるとこ今どんな動きをしているのか、ちょっとしっかりチェックしていきましょう。今日のビットコインなんですけども、283万3000円ということで、ほぼ動いてないのかなというところですね。まあ一応悪くはないかなという感じをしてまして、イーサリアムも19万2000円ということで、こちらもほとんど動いてないところか、まあちょっとプラスな感じなんですかね。1% くらいプラスという感じなのかなと思ってます。悪くないと思いますね。それからライトコイン、ビットコインキャッシュなども、だいたい同じような感じで、まあだいたい 1% とかぐらい上がってるのかなという感じですね。ライトコインがだいたいそのぐらい上がってる感じです。まあ、悪くない感じですよね。それからネムなどもちょっと見ていきたいと思うんですけども、ネムが 6.06。それから今日全体的に仮想通貨は強い感じですよね。トロンとかポリゴンとか、それからポルカドット、ドージコインなどもしっかり上がってるような状況です。それからステラルーメンとかですかね。それからチリーズなども上がってますし、アメリカとかも上がってますということで、今日は全体的にね、底堅いというか、まあアメリカ市場が下がった割にはね、しっかり上がってきてるんじゃないかなと思いますので、ちょっとリップルはどんな感じで動いているのか、MACD、RSI などを使って確認していきましょう。こちらがリップルなんですけども、今日 77.470 ということで、こちらですね、ちょっと上値ブレイクしてきたのかなというところなんで、ちょっと80円ぐらいまでね、上昇できるかもしれません。リップルの意外高というところがありましたので、まあ、注目度は高まっておりましたので、78.528 ぐらいまで今度1回来ましたので、そこのところが今度レジスタンスになってくる。 78.5 円ぐらいがレジスタンスになってくるんじゃないかなと思っております。下は 62.6 円ぐらいがサポートラインかなと思っているので、今 62.6 円ぐらいから 78.5 円ぐらいで動いているんじゃないかなと思っております。 MACD などもちょっとね、下抜けしてきてしまったので、上抜けですかね。ちょっとクロスして今、状況的に上がってきてる感じなんで、まあ悪くないのかなと思ってます。まあまたクロスしそうな感じなんでね、ちょっとどうなるかわからないんですけども、まあ非常にいい感じで上がってきてるんじゃないかなと思ってます。チャートもね、悪くないと思いますし、RSI が60ぐらいということで、まあチャートを見ても78.5の方にまた向かってきそうだぞという感じなんで、今日はですね、アメリカ市場がちょっと弱かった割にはですね、仮想通貨全般がリップルが倹約となっているかもしれませんけども、非常に力強い状況を示しているのかなと思って、ちょっとほっとね、胸をなで下ろしている方が多いのかもしれませんけども、まあ、ビットコインとか、それからイーサリアムもね、ちょっと堅調ですし、まあ、XRP がかなり 4% くらい上がっているということは、まあ、結構仮想通貨全体がね、こう、底落ちしたような感じにも見えないことはないですけどね、ちょっと油断はしないようにしていただきたいと思いますし、それから、相関性が高いステラルーメンも 18.6 円ということで、ちょっとこうさ、レジスタンスになったようなポイントをブレイクしてきてますので、ちょっと一段階ね、上のステージに入るかもしれません。ステラが20円とか、それから XRP が80円台とかね、そういう感じになってくるかもしれませんので、ちょっと今後の、動きに注目かなと思っております。はい、今回はどうでしたか？皆様にちょっとね、XRP 緊急配信ということで、ちょっと動画を取りまとめてみたんですけども、皆さんもね、様々なご意見があると思いますので、ぜひですね、もしご意見があるようでしたらチャンネル登録いただきまして、それからご意見の方いただければと思っております。よかったらコメント欄の方にご記入の方よろしくお願いいたします。今回も XRP チャート分析最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。